58。はい、ダーマゼロダメージ、レイスゼロダメージ。レイスガッと。もう撃たぶゼロダメージ。ゼロダメージは報告しなくていいぞ。あ、アンドロングもゼロダメージ。ゼロダメージ。はい、どうもお疲れ様です。 TIE クランのルーでございます。というわけで今日も京都でトップページのおすすめから来た方ね、そろそろチャンネル登録をご検討ください。というわけで今回はペイトゥーウィンについてお話ししていこうかなと思いますね。はい、ペイトゥーウィンっていうのは課金すれば強くなる要素のことですね。はい、それ何かというと迷彩とかじゃなくてブラッドハウンドのフィニッシャーのクリーンキル、これね他の各レジェンドのフィニッシャーとかと比較してあまりにも強い。このクリーンキルだけは絶対に買っておいた方がいいです。なぜか説明していきますね。で、俺半年前にフィニッシャーキャンセルからトドメを刺す裏技が強力すぎるっていう動画を上げたんですよ。まあ裏技でもないと思うんだけど、何かっていうと敵を格殺したい時あるじゃないですか、ボディが欲しい時とか。でもまあこれ敵としてね、でも敵ってノックダウンシード開くやん。だからこうやって裏回ろうとしてもなんか敵こっち受けたりノックダウンシードで頑張ってさ守ろうとしてくるからちょっと格殺なかなかできへんやん。こうやってノックダウンシード展開されて、そういう時にフィニッシャーをキャンセルすると相手結構ノックダウンシールド解除すること多いから一撃で格殺入れられますよっていうね、まあ、そういう動画やったんですよ。ただこれには弱点があったんですね。でこうやって押しっぱなしにしとったら結局フィニッシャーキャンセルしても格殺できないっていう弱点があったじゃん。意識してない人には結構聞いたけど、うん、でそれを、はいはい、その弱点を克服する方法があって1個で、これ何かっていうとブラッドハウンドのフィニッシャーの2つ目、これを使うと絶対に格殺できんねん。いくで。またまた。うわーなるほど、そういうことか。後ろ向きになるからってことですね。そうこのフィニッシャーは使うと絶対にお尻を向けるので、お尻にノックダウンシードついてないから絶対に格殺できますよっていうペイトゥーウィンフィニッシャーやねん。なるほど。そう、はい、というわけでブラハのフィニッシャークリーンキルをキャンセルすると速攻で格殺できますよっていうね、そういう話ですね。はい、これが実戦で使えるのかっていうのを今から試していこうかなと思います。じゃあ本編どうぞ。まあでもちょっとお祓いしてもらった方がいいかもな、心霊現象起きるし。何だった？配信中に誰かに名前呼ばれたんですよ、うん、本名。え、コメントで？違う、いや家族じゃなくて。家族じゃない。え、怖、めちゃくちゃ怖い。めちゃくちゃ怖いけど、でも配信アーカイブ見たら確かに呼ばれてるし、録画した動画でも確かに呼ばれてる。怖い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 。でもボイチャー相手フェニックスとかは一切そんなこと言ってないし、でその心霊現象の声が妙に音質いいし、うん、家族じゃないしジャイアンじゃないっていう。めちゃくちゃ怖いんだけど。誰しかも本名っていう。鳥肌がすごいんだけど。マジでやめてくれよお前。マジじゃん。何か分からんねんマジで。もう本当に分かんないけど。じゃあ後で音声ファイル送りますわ。いらん。いや送ります。なんかのファイルとごっちゃになってファイルが壊れたんかなと思ったけど、そんなファイルもないし。いらないよ。俺の名前だけ。マニアリ。俺はそんなの無理。かわいそうなレースやった。痛い。かわいそうなブラッドハンドになるかも。俺円柱に行ってくるわ。めっちゃロー。あれ？チャロス。あれめっちゃロス。え？19ダメージ与えたけど死なない。はい、これめっちゃロース。どんくらい当たれば。もうあと30。あはは、蘇生フェイントに突っ込んできたわ。かわいいね。みんなに聞かせてあげたけど俺の本名がいささかバレるっていうのが。あ、でもそれはなんかワンチャン動画にしてもいいぐらいで本名の分隠して。まあ、敵いないと分かんない。敵2体検知。はい、でもどこにいるか分からん、見えへんねんけど。格差させて。何これこれ。いいっすね。うまい。やばすぎやろマジ。めっちゃロー。あのナイスナイス。格殺はできましたか？まあそもそもノックダウンシード開いてないっていう。まあ諦めてるやつが多くてさ、びっくりする。それ以前の問題。諦めんなよ。ほんまにそれ。ボディ2とかないの？斜めちゃんいっぱい出る。どうしようかな。歩くウォーターサーバーや言うてな。
あんまもんないわ。何うまっ。だいぶ。どうしていくの？あ、二人おる。うんちみたいな目した。カクするわ。あ、カクさせたけど無理なんや。オッケー。ああ、めっちゃロス。大丈夫。あ、さこれ。カクさせよう。はい。ナイス。これするだけって。あれもう一人いるんじゃん。フラットラインがエイムうんちすぎてもう動画にしたくないわ。どうやったらそんな外すんってぐらい外してみる。大丈夫ですか。やばいやばい。え、3敗ね、これ。なんかラグ。いや、ラグ何これ。うおー、ララ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 ラ。ワンやりー。ナイスー。どこっすか。ここ左側。多分補正されるわ。いやー、え、きついっとこういくね。いやー、大丈夫大丈夫。あ、だあ、こういます。左、ほら、俺のね。はいはい、そこにいますよ。エラージやった。2やり。強い。え、こいつノックレスでダサい。あ、いってるよ。おお、すっげー当てられる。待って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 。あら、止まった。待って。あー、もうパスあと18。はい、もうやったやったやった。ナイス。回復してもいいかな。やった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 。いいよね。みんなどこへ。ヘビやもがない話聞きますか。バッテリーもない話聞きますか。バッテリー、バッテリー2本ある。いっぱいあげます。おー、ハンマーポイント。やんちゃなやつが言いやがる。ヘビやも少な。最終パーティーじゃないもん。一人余われてるで。あ、二人余われてるわ、それ。あー、一人ガチロ。グレネードチャンスかと思ったけど、これもう一本モータル引いてますよ。半歩は怖い。半歩怖いな。ん、向こう映ったな。レスパやな。あ、俺のドローン、後ろ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 。そうそうそう。これもう一人来たらめんどくさいな。おっとー、こっち側行きますか。うん、なんちゅうの。戦ってる場合じゃねえぞ。そうだよな。あ、でも2人だな。これジップラインいるな。ジップライン炊きましょう。うん、サンキュー。よいしょい。あー、まあ、右に嫌がる。そして私これ死んだろう。やべえ。死んだろう。右のやつ回復してて頑張って。なんかギリギリ。これ右のやつぶっ殺せるかも。待ってくれ、回復中だ。中にほら、あれ映った。ナイス。かわいそうに。あー、中心が巻いてるわ。来たよー。終わりました。ナイス。どうしよう。格差といっぱい成功してるけど、なんか今日のフラットラインのエイムがうんちすぎてほんまに動画あげたくないな、これ。どうしよう。うんちだ。全部モザイクかけるか。それいいのか。ありなのか、それは。いや、だって、うん、動画の強みってそこやん。クソエイムは編集でカットやろ。まあ、最近ルアーマイケル打ってねえから、裏技系だ。わざっぷちゃんだよ。いや、今回の動画別に裏技でもなんでもないんだけど、最後ちょっとフラットラインマシなエイムするわ。最後だけちょっと集中するわ。いつもなんか害虫みたいなやつさ、ポータルで見えるんですか。害虫みたいなやつ。害虫、害虫って言ったら害虫って検知なし。害虫か。
いた。2丁ね。2丁ありますね。俺撃たれました今。ちょっとこれ怖いわ、2丁は怖いわ。せーので今撃たれた感じがもう否めなかったですけど。ね。敵を発見。大人勢か、俺大人勢か。大人勢が。うわ、怖いこれ。一人あんま悪い。フレーバーって聞いてめっちゃ怖いんだけど。酔ってんすか？酔ってますよ。俺が男の攻め見せたるわ。いや、すごいことしてる。ほら、こう。男すぎる。撃ってこいよ。じゃあ俺が真の男を見せたお、ミリミリミリ。ナイスナイスナイス、ジップライン、ジップライン。ブロス！なる！あ、痛い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 燃えてもいいもん。はい、痛い痛い。あれ倒せんか。階段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 。それでも俺格闘するから。何やってんすか。当たり当たり当たり。それでも俺は格闘する。どれだかのためにね。蘇生してくれた方がいいで別に。あ、階段階段。あ、やばい。あ、嘘。よしよしよし。最後に行くとあの状態で格差するっていう。こいつマジかってなったよ。ブチギレですよ、ブチギレ。ブチギレやろな。こいつここで格差つかよって言われて。でもね、ブラハのフィニッシャーがあれば余裕でできちゃうんだよ。マシンだけど。さすがさすがー。イエーイ。